ちは。新しい家政婦です。こんにちは。君の靴のサイズはいくつかね？24です。おお、実に潔い数字だ。4の階乗だ。階乗とは何でしょうか？1から4までの自然数を全部掛け合わせると24になる。君の電話番号は何番かね？576-1455です。576-1455だって。素晴らしいじゃないか。1億までの間に存在する素数の数に等しいとは。まあとにかく上がってくれたまえ。僕は仕事があるからお構いできないが、君は君で自由にやってくれたらいい。こんにちは。こんにちは。新しい家政婦です。君の靴のサイズはいくつかね？24。4の階乗です。そう、素晴らしい。実に潔い数字だ。野球の。私の発見についてお話ししても構わないでしょうか？28の約数を足すと28になるんです。おお、完全数だ。完全数？うん。一番小さな完全数は6。本当だ。別に珍しくないんですね。いや、とんでもない。完全の意味を真に体現する貴重な数字だよ。デカルトはね、完全な人間が滅多にいないように完全な数もまた稀だと言ってる。この数千年の間に見つかった完全数の数は30個にも満たないんだよ。たった30個ですか？うん。完全数28は阪神タイガースのエース江夏豊の背番号なんだ。いいね。僕も一緒なんだからね。勝手に帰られたりしたら困るんだ。はい、大丈夫ですよ。数学に最も近い仕事は農業だよ。農業がですか？そう。土地を選んで耕し、種をまいて育てる。
数学者もフィールドを選び、種をまけばあとは一生懸命育てるだけ。大きくなる力は種の方にあるんだよ。